皆さんこんばんは、バーネコマテアの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するカクテルはスタンダードカクテルのテキーラサンライズです。テキーラサンライズというと、もうテキーラを代表するカクテルの一つと言ってもね、過言じゃないんじゃないかなというふうに思いますね。もうテキーラベースのカクテルって何って言われたら、僕パッと出てくるのがテキーラサンライズとマルガリータかな。だから本当にもう二大巨頭ぐらいなね、日本ではスタンダードのカクテルです。はい、このカクテル、まあ、ビルドといってね、グラスに直接注ぐんでもいいんですけども、今回はシェイクしてね作るカクテルでご紹介したいと思います。歴史としては、初めてカクテル文に載ったのは1940年頃らしいですね。そして当時は、レモン、甘いレモンジュースを使って、そしてグレナデンシロップの代わりにカシスリキュールをね使用していたということなんで、今とはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。ただね、時代とともに変化していって今の形になるってことなんでね、この今のレシピを今日はご紹介します。はい、まずはじゃあグラスに氷を入れていきます。何もいいかな、もうちょっといるか。はい、このぐらいで。そしたらじゃあシェーカーを用意しましょうか。そしてテキーラをじゃあ注ぎます。テキーラを 30ml です。そしてフレッシュオレンジジュースですね。ない方は既製品の濃縮還元のオレンジジュースでも構わないと思います。これを 90ml 注ぎます。そしたらこれをね、シェイクしていきますね。そしたらグレナデンシロップを 10ml 注ぎます。よくこれね、2層にするカクテルなんですけども、よくバースプーンとかでこうやって注ぎますよね。でもね、これね、グレナデンシロップって非常に、重いシロップなんですよ。なんで作ったカクテルにね、そのままね、上からゆっくりと注ぐとね、それで大丈夫だと思いますね。ほら、沈むでしょ。そうすると綺麗なグラデーションができるんで、このぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。もうちょっと気になる方は軽く、まずちょっと軽く、じゃあやってみましょうか。軽くね、もうちょっとだけ下の方に沿わせて、もうちょっとやった方がより綺麗になるかな。でも結局このカクテルはマドラーを添えた方がいいと思うんですよね。そうするとだんだん甘さが自分で調節できるじゃないですか、お客様自身が。なんで、まあ、マドラーを添えることをおすすめするので、まあ、今日はね、まあ、猫又屋なんで猫のマドラーをね、はい、添えてあげて、そしてまあ飾り、サンライズなんてちょっとまあ太陽っぽい飾りがいいかなと思ってね、太陽っぽい飾りをちょっと作ってみました。こんな感じでしょうかね。はい、お待たせしました。これが僕の作るテキーラサンライズです。じゃあそれではね、飲んでいきたいと思いますね。ツルね、かわいいね。猫マタヤで猫もね、かわいいですよね。はい、いただきます。うん、やっぱね、この今回テキーラサンライズご紹介したかったのは、テキーライコールなんか情熱、メキシコでね、情熱とかね、なんか夏のイメージがあるかなというふうに思って、またなんかそのね、サンライズっていうとやっぱり夏の海とかね、まあ、サンセットも含めてなんか連想するので、まあ、この時期にご紹介したいなっていうふうに思ったんですけども、非常にやっぱさっぱりしてますね。これね、実はなぜここまで有名になったかっていうと、ローリングストーンズっていう有名なイギリスのロックバンドがいて、ミック・ジャガーとかのね、そのローリングストーンズがメキシコ公演にした時に、
このテキーラを使ったテキーラサンライズに出会ったらしくて、当時の気候と相まってね、とっても感動したらしくて、これを暗飲してたことからストーンズが飲んでたお酒ということでね、一躍世界的に有名になったっていう話なんですけども、やっぱだんだんちょっと下の方に混ぜたりするとね、だんだん甘くなってくるんで、この甘さの変化、見た目のグラデーションだけじゃなくて味わいの変化も楽しいカクテルじゃないかなというふうに思います。だいたい有名なんでね、どこのバー行ってもね作ってくれると思うんで、ぜひ一回夏の間に楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、それでは来週も楽しい動画をお届けしますんで、どうぞお楽しみに。じゃあまたね。